こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、イケオジになれる服5000というテーマでお届けをしたいなと思っています。僕自身もですね、現在40代なんですが、僕らぐらいの世代になると、若々しく見える人とおじさんっぽく見える人、結構大きく分かれてくる頃なのかなと思います。僕自身も40代に入ってから、なるべくですね、若作りをしたいというわけではないんですが、できれば若々しくアクティブに見せられたらいいなという思いは常に心の中にあるわけなんですね。僕と同じように30代後半から40代以上の男性は、最近よく聞かれるようになったですね、このイケオジを目指したいという方、少なくないかなと思うんですね。ちょっと言葉自体軽い感じもするんですが、40代以上になって、ダサいおじさんに見えるよりは、今の空気感を程よく取り入れながら、大人っぽく上品で好印象な着こなしができた方がやっぱりいいなと思う方も多いんじゃないのかなと思います。そこで今回はですね、イケオジになるために必要なアイテムですね、これを5つご紹介したいなと思っています。これらのアイテムを買い揃えるだけでも、だいぶですね、普段のカジュアルな着こなしからイケオジ感がですね、漂うな着こなしへとアップデートできるかなと思うので、ぜひですね、皆さんも最後まで気軽に楽しんでいただければなと思っています。ちなみにですね、今回イケオジっていうですね、かなり曖昧な言葉をなるべくですね、分かりやすく表現するために、ある人物をですね、皆さんに思い浮かべていただきながら進めたいなと思っていますので、この人物が誰なのか、40代を代表するイケオジをですね、僕の中で一人パチッと想定しましたので、そちらも予想しながら楽しんでいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは、大人男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしていきますので、まだの方はチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで、ここからはですね、具体的にイケオジに見えるアイテムをですね、皆さんに5つご紹介していきたいなと思ってるんですが、その前にですね、先ほども触れましたが、イケオジという言葉自体が結構ふんわりとしてるので、もうちょっとですね、具体的に皆さんにイメージをしていただきたいので、ある一人の人物をですね、例に挙げてみたいなと思っています。それがですね、反町隆史さんなんですね。僕ら世代にとっては、反町さん本当に若い頃からずっと活躍されていて、今も現役でいろんなドラマだとか雑誌だとかに出られているので、すごくイメージがしやすいかなと思うんですね。で、僕ら世代にとって反町隆史さんっていうと、ビーチボーイズだとか GTO のイメージが強いかなと思っていて、どちらかというとセクシーで男らしいというイメージが強いかなと思うんですが、僕はそういった反町隆史さんも好きだったんですけども、それよりも40歳以降の反町隆史さんがとても素敵だなと思うんですね。若い頃のギラギラとした男らしさというところがだいぶ抜けて、清潔感があって爽やかで、だけども大人の上品さをまとっているような、その雰囲気が僕がイメージするイケオジ像に本当にですね、バチッとハマるなと思っていて、今回は反町隆史さんをイメージしながらですね、イケオジアイテムをご紹介したいなと思ってるんですね。反町さんのスタイルをですね、僕なりに結構細かく分析をしたんですが、使ってるアイテムは結構定番的でベーシックなんですね。だけども素材感が非常に良くて、大人っぽく上品に見えるというところですね。ここが一つのベースになってるかなと思います。あとはサイズ感で言うと、トレンド感満載のビッグシルエットではなくて、自分の体にフィットしたようなジャストサイズからちょっと緩めのサイズ感ぐらいですね。このあたりをベースにしてるんですね。やっぱり定番ベーシックというところが軸足なので、そんなにトレンドに寄せすぎてないというところですね。結構ミリタリーだとかワークだとか、このあたりのイメージのアイテムだとか、綺麗な大人感の漂うようなセットアップだとか、このあたりも着てるイメージが強いんですが、トレンド感満載のアイテムよりもほんのりトレンド感はあるんだけども、ベーシック軸足というところが反町さんのまさにイメージかなと思っています。ぜひ皆さんもですね、反町隆史ファッションで Google 画像検索をしていただきたいなと思うんですけども、結構雑誌のオーシャンズの中で反町さんのインタビューの記事があったりだとか、そういったものがウェブで見れるので、すごく参考になるかなと思うんですが、とても素敵です。まさに僕ら大人世代の目指す先だと思うので、チェックしていただきたいんですが、そんな反町さんをイメージをしながら、まず一つ目のアイテムから解説をしてみたいなと思っています。ということで、早速一つ目のアイテムなんですが、無地の T シャツ、もしくは丸首のニットですね。このあたりは結構反町さんもよく使っていますし、大人のベーシックなスタイルには欠かせないアイテムかなと思います。半袖の T シャツというとすごくカジュアルな印象があって、最近では僕の動画の中でもユニクロ U のエアリズムコットンオーバーサイズクルネック T シャツですね、このあたりを上げることが多いんですが、僕はですね、反町さんがこの T シャツを着てるイメージはあんまりないんですね。袖が長
くて身幅がゆったりで着丈はやや短めというような今のトレンド感満載の T シャツなんですけども、そういったものよりは袖丈は腕の関節よりもやや短めで身幅もそこまでオーバーサイズに振っていないものですね。ベーシックな T シャツでなおかつ上にジャケットを羽織ってもバランスのいいような大きすぎないサイズ感の T シャツですね。こういったものがイケオジにはすごく大事な T シャツになってくるかなと思います。色で言ったら僕はネイビーだとかブラックのような濃い色ですね。もしくはホワイトの T シャツだとか、このあたりのベーシックなものがやはり大人世代には重要になってくるかなと思います。で、T シャツはプリントとか柄はなくて、もう本当に王道の無地がやっぱりいいなと思ってまして、このような T シャツこそですね、やっぱり素材感だとか色の雰囲気がすごく重要になってくるので、なるべく上質なものを買った方がいいかなと思っています。じゃあどのようなショップでこのようなイケオジのアイテムを買えばいいのかというと、やっぱりユニクロとかではないんですね。反町隆史さんがユニクロで買い物してるかというと、まあちっちゃな小物とかは買うかもしれませんが、メインになるようなお洋服は多分あんまり買わないと思うんですね。実際にどこで買い物してるかはわからないんですけども、イケオジに見せるためには定番的である程度上質な素材感のアイテムを取り扱ってるお店が僕はおすすめしやすいかなと思ってるんですが、まあそんな時に僕は頼りになるのはユナイテッドアローズかなと思ってるんですね。まあユナイテッドアローズといっても結構いろんな系列に分かれていて、僕の動画に出てくるようなグリーンレーベルもあれば、ビューティー&ユースもあるし、他にも支店だとか様々なレーベルがあるんですが、その中でもやっぱりユナイテッドアローズという一番ど真ん中のブランドこそ結構40代以上の大人世代には使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。まあ、グリーンレーベルとか、あとはビューティー&ユースに比べると、ちょっと価格帯は上がるんですね。で、トレンド感で言うと、ビューティー&ユースとか、まあ、グリーンレベルに比べると、そこまで強くないんですよ。トレンド感は漂うんだけども、ベーシックさだとか上品さというところを軸足にしながらも、その中にトレンド感を混ぜ込むのが上手なので、僕はイケオジに見せるためには、結構ユナイテッドアローズの商品というのが参考になるんじゃないのかなと思っています。他には先日スニーカーでご紹介したアウールとかもすごくですね、スニーカーもそうですし、あとはセットアップだとか綺麗めなアイテム得意なのでおすすめできるアイテムかなと思います。このあたりで無地の半袖の T シャツ、それから秋だとか冬春になったら長袖のニットですね、 T シャツの代わりにさらりと着えるようなハイゲージのニットだとか中肉厚のニット、このあたりは鉄板で持っておきたいアイテムかなと思うので、ぜひユナイテッドアローズだとかアウールで探してみていただければなと思っています。はい、続いて2点目はシャツですね。これまた大人の定番的なアイテムで、まあ、反町さんが着てるかどうかはちょっと画像検索では見つからなかったんですが、おそらく着たらバチッと似合うなというアイテムがまさにシャツだと思います。40代以上の男性がイケオジを目指す際に僕が大切だと思っているのが綺麗さと清潔感だと思っていまして、このあたりを表現するためには、やっぱりシャツというアイテムは最強かなと思うんですね。まあ、具体的には僕もですね、シャツ大好きなので、いろんなものを持っています。例えばこのようなブルー系の無地シャツだとか、ストライプのシャツだとか、このあたりのシャツをですね、少しサイズ感緩めに着て、白 T シャツの上にザクッと羽織って腕まくり。このようなスタイルがすごく合ってくるんじゃないのかなと思っています。まあ、襟がついてるだけで、やっぱりこう綺麗な雰囲気って断然漂うんですね。まあ、先ほどご紹介した T シャツもすごくいいんですが、僕は半袖の T シャツというのは、イケオジの方は単品で着るイメージはあんまりないんですね。必ずベースとしてそういった T シャツを着て、その上にシャツだとか、もしくはジャケットを羽織るだとか、そういった形で利用してもらうのがいいかなと思うんですね。まさにシャツなんかはですね、イケオジにはもう鉄板のアイテムかなと思うんですね。これさえ持っておけば、綺麗さだとか、適度なカジュアルさは腕をまくったりだとか、第一ボタン、第二ボタンを開けながら白 T を覗かせることでバランスが取れるかなと思うので、このあたりのアイテムぜひゲットしていただきたいなと思います。まあ色合いに関してはやっぱり爽やかに見えるのがブルーベースかなと思います。このようなブルーの無地のものでもいいと思いますし、ブルー系でストライプが入ったものなんかも清涼感があって海に似合いそうな感じもするので、ぜひ皆さんシャツ類もちょっとこだわりながら選んでいただくといいかなと思います。最近結構シャツの素材はトーマスメイソンと呼ばれるようなイギリスの有名な生地ブランドのものを使ったものも増えていまして、そういったものはかなり上品に見えるかなと思います。
まあ今僕が持っているこちらのですね、H Beauty & Youth のシャツもトーマス・メイソンの生地を使っているので、すごく上品な雰囲気が漂うかなと思うんですが、このような素材感にこだわったシャツを適度に着崩しながら着るというスタイルは、イケオジにはもう抜群に似合うかなと思うので、ぜひチェックしていただければなと思っています。はい、続いて3点目のアイテムなんですが、こちらのようなカジュアルなジャケットですね。大人世代が清潔感を漂わせたりだとか、上品に見せるためには、このような綺麗めなジャケットは1枚あった方が僕はバランスがいいかなと思います。まあもちろんですね、休日に毎回ジャケットを着る必要はないんですけども、ちょっと小綺麗なスタイルでお出かけをしたい時だとか、美味しいものを食べに行く時だとか、そういった時にですね、このようなシンプルなネイビー系のジャケットだとか、なるべく肩肘張らずにですね、着れるようなジャケットがあるとですね、イケオジが目指しやすいのかなと思っています。まあ実際にソリマチさんもですね、ジャケットだとかセットアップだとか、そういったイメージも強いかなと思うんですね。これはおそらくですね、ドラマ相棒のですね、印象が強いからかなとは思うんですが、割とこうメディアでの取材とかでもセットアップを着てることが多かったりするんですが、T シャツだとか丸首のニットの上にラフにジャケットを着るというスタイルが結構ソリマチさんも多いんですが、これは非常に参考になるかなと思います。定番的ですよね。ネイビーのジャケットだとかグレー系のジャケットというのはメンズファッションにおける定番中の定番なんですが、最近はですね、全体的にファッションがカジュアルになってきているので、あんまりジャケットを着ないという方も増えてきたかなと思います。まあ、僕自身も以前に比べるとジャケットを着る機会は減ったんですが、だからこそスーツっぽいようなジャケットではなくて、もう本当にカーディガンだとかニット感覚で羽織れるようなラフなジャケットですね。そういったものを持っておくとかなりイケオジには見せやすいかなと思います。僕も今着てるのはグレー系のもう本当にシャツのような素材感のジャケットですし、まあ自分のブランドでもデニム素材のジャケットなんかを作っているんですけども、そのようなちょっとこうカジュアルな雰囲気のジャケットを T シャツだとかニットと合わせるスタイルは非常にハマりがいいかなと思うので、ぜひ皆さんも一着は持っておくと便利なのかなと思っています。このあたりのアイテムもユナイテッドアローズだとか、あとアウールも結構得意ですよね。王道的なブラックだとかネイビーのセットアップもあるし、ダークグレー系のセットアップもあるので、まあこのようなものをですね、使っていただくとすごくですね印象は良くなるので、ぜひイケオジを目指している皆さん、改めてジャケットも買い揃えていただきたいなと思っています。はい、続いてですね、4点目のアイテムはボトムスに行きたいなと思ってるんですが、イケオジに見せるためのボトムス何がいいかなと散々考えたんですけども、パッと思い浮かんだのはブラック系のイージーパンツなんですね。まあ、僕の動画の中でも散々語り尽くしてきたのがブラック系のイージーパンツで、もちろんイケオジに見せるためには鉄板だと思います。ただ今回はですね、イケオジを象徴する存在として反町隆史さんをイメージしているので、そんな反町さんが履いていそうなのがもう王道のデニムですね。結構いろんな記事をですね読んだんですが、反町さんやっぱりデニムが好きみたいなんですよね。まあ僕ら大人世代はやっぱりデニムって定番的だし、一本は持ってるアイテムかなと思うんですが、ここ数年はですね、そんなにデニムが旬なタイミングはなかったんですね。ちょっと古臭いよなとか、最近はあんまり履かないよなというイメージも強かったんですが、ところがですね、徐々にですけども、デニムが復権してきてるのも最近感じてるわけなんですね。まあ定番的なアイテムなので、もちろん旬な時とそうじゃない時は繰り返すわけなんですけども、まあ最近またデニムの流れが来てるかなと思っていまして、僕自身も最近ですね、もう超王道のですね、こちらのデニムを買いました。リーバイスの501ですね。中学校2年生で買って以来久々に購入しましたが、シルエットは太くもなく細すぎることもなくて、本当にですね、ジャストサイズのストレート型なんですね。まあ、このようなボトムスが、ちょっと太めのボトムスが多い中では、割と新鮮に映るんですね。久々に細身のデニムもいいなと僕は感じてるんですね。他にはですね、このような、ほとんど色落ちしていないようなですね、ユニクロのストレートなデニムがあるんですけども、このあたりも、大人のですね、イケオジスタイルには相性がいいかなと思います。シルエットはデニムみたいなものはですね、ワイドに振ってしまうとトレンド感あってすごくかっこいいんだけども、僕ら大人世代がやると、ちょっと若作りしてる感じだとか、ただただやぼったく見えてしまう可能性があったりするので、まあ、ジャストサイズというところで選んでもらうといいんじゃないのかなと思っています。単品で見るとすごくカジュアルなんですけども、先ほどまでご紹介していたようなジャケット、カジュアルなジャケットに対して内側に丸首のニットですね、ホワイト系だったりだとかネイビー系だとか、そういったものを着れば上半身が結構綺麗めなので、ボトムスがカジュアルでもバランスよくハマったりするんですね。
このような色落ちのデニムに対してネイビー無地の丸首のニットとかブラックのニットだとか、そういったスタイルもすごく相性が良かったりするので、まあ改めてですね、デニムというところを新調してもらうのもいいんじゃないのかなと思っています。サイズ感はジャストですね。ピチピチもまた素敵には見えないんですよ。無理してもうピッチピチっていうよりは、ストレートでストンと落ちるような細すぎないようなジャストサイズのデニムが1本あると、大人のイケオジスタイルには便利かなと思いますので、ぜひトライしていただきたいなと同時にですね、まあちょっとデニムは今履きたい気分じゃないなという方は、いつも皆さんにご紹介しているようなブラック系のイージーパンツですね。ここで注意をしていただきたいのは、タックワイドパンツじゃないんですよ。タックワイドパンツはやっぱりこう太めなんですね。まあ太すぎないのはタックワイドパンツの良さではあるんですが、イケオジを目指すためにはユニクロだったらスマートアンクルパンツだし、グローバルワークだとアーバンスラックスですね。まあこのあたりが王道なんですけども、まあイケオジという定義からすると、もうちょっと価格帯を上げてグリーンレーベルのオルマイージーパンツですね。このあたりまで投資をしていただくといいかなと思います。あのあたりがまさにイケオジにはぴったりなサイズ感のボトムスかなと思うんですね。デニム、綺麗めなデニム、もしくはブラックのイージー系パンツですね。このあたりをぜひ皆さんもチェックしていただければなと思っています。はい、続いてラスト5点目は、イケオジに似合う靴なんですけども、僕の中ではやっぱり反町さんのイメージといったら、上質なレザーシューズということで、このようなローファーかなと思ったんですね。先ほどご紹介したようなリーバイスの501、色落ちしているようなラフなものには、実は足元をどんな靴合わせようかって難しかったりするんですね。デニム自体が結構カジュアルなので、足元はちょっと引き締めるようにレザー系のシューズを履いた方が結構バランスが良くて、まさにですね、このようなブラックだとかダークネイビーとかのコインローファーっていうのは、イケオジには欠かせないアイテムの一つかなと思っています。ただローファーとか革靴最近はあんまり履かないんだよなという方も結構多いかなと思うんですね。まあ、そういった場合にやっぱり候補として上がってくるのはこちらですね。ブラック系のレザースニーカーですね。これが革靴よりはカジュアルさはあるんだけども、スニーカーの中では最上級に綺麗めなので、イケオジアイテムとしては欠かせないアイテムかなと思います。これまでご紹介してきたような半袖の無地 T シャツだとか、長袖の無地のニットだとか、あとはストライプだとかブルーの無地シャツだとか、ラフなジャケット、そういったものにもこのようなブラック系のレザースニーカー全部に合いますので、やっぱりこのあたりがイケオジアイテムの一番の候補になってくるかなと思います。先日もご紹介したアウールのレザースニーカーですね。これがですね、まさに身長高く見せてくれるし、なおかつレザーの質感も上品だし、本当に大人に適したようなレザースニーカーになってるかなと思うので、一番推したいアイテムかなというふうに思っています。もちろんレザー系のスニーカーも1万円未満で GU とかでも買えるんですが、やっぱりそこはイケオジに見せるためにはある程度の愛着を持てるかどうか、長く丁寧に愛用できるかどうかもすごく重要になってくるので、ちょっと頑張ってこのあたりのレザースニーカーを買うと、まず間違いがないのかなと思います。履き心地はスニーカーには絶対に及ばないけど、より上品に見せたいならローファー、履き心地も意識しながらも適度にカジュアル感を出しつつ、なおかつ今っぽさも出したい方はブラック系のレザースニーカー、このあたりを持っておくとまず間違いがないかなと思うので、ぜひ皆さんもチェックしていただければなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画ではイケオジになりたい大山俊がですね、イケオジに見える服5選ということでお届けをさせていただきました。どのアイテムもベースとしてあるのはベーシック定番的で、サイズ感はジャストサイズからちょいゆるぐらいになっていて、綺麗めで清潔感のあるようなアイテムが多かったかなと思います。このあたりのもうド定番のアイテムを丁寧に買い揃えていくことがかなり重要になってくるのかなと思います。まあ、イケオジという言葉自体がちょっと軽さがあるので、ちょっとギラついた感じの着こなしをしがちだったりするんですが、適度なカジュアル感と着飾りすぎないというですね、バランス感覚が僕はイケオジには重要なのかなと思っています。まさに反町さんのスタイルというのはギラギラしてないんですよね。20代の頃の反町さんの感じとはまた違ったような定番的で奥深いですね、着こなしというのを楽しまれている印象があるので、そのあたりを目標にしながら、ぜひ皆さんと一緒に僕もですね、イケオジを目指していきたいなと思っています。僕自身ちょっとトレンドによった服が好きなので、ちょっとですね、そのあたりはイケオジとずれるところがあるので、改めて今回の動画を撮りながら反省しつつ、今の自分自身に似合うものもですね、開拓をしていきたいなと思っています。
これからもですね、こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本、なるべくわかりやすく解説をしたいなと思ってるんですが、普段の動画はですね、結構ユニクロ GU グローバルワークとか、そのあたりの価格帯を抑えたものをですね、ご紹介することが多いんですが、今回の動画でお伝えしたような、セレクトショップのオリジナルだとか、あとはもうちょっと上のですね、ドメスティックブランドだとか、専門ブランドですね。例えば今日の T シャツで言ったら3ドッツだとか、ニットで言ったらジョンスメドレーだとか、靴で言ったらクロケット&ジョーンズだとか、まあ様々な専門ブランドですね。このあたりのちょっとですね、おしゃれ初心者から中級者へとステップアップするための情報に関しましては、僕はもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナルの動画と、それに加えて週に1本ですね、ライブ配信やっていまして、皆さんからいただいたご質問に直接お答えする形でワイワイ楽しくやっていますので、気になる方はこちらの動画の下の概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなかゆっくり動画を見る時間がない方のために、オンラインサロンというものもやっています。こちらの方では文章と写真ベースでおすすめのアイテムですとかコーディネートの解説を毎日配信をしています。僕も毎日投稿していますし、僕以外のスタイリストだとか専門家の人もですね、記事を書いてくれています。また参加者の皆さんも気軽に記事を書くことができるので、おしゃれが好きな男性が集まってワイワイ楽しめるようなコミュニティになっていますので、気になる方はこちらも概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。